とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はですね、ラント君で、ラスボスのタイムアタック、やっていきます。今日使うのはですね、ディープシャドウギャラクシーで、行ってくるね。まあ、必殺技はこんな感じ。オーロラスマッシャーを3つと、水星ランスを1つ。うん。オーロラスマッシャーね、強いんだけども、リキャストが長い。むちゃくちゃ長いのよ。それがどれぐらい、ネックになってくるか。水星ランス呼んでもいいかなと思ったけども、それよりか、オーロラスマッシャーで押した方が今回はいいかなと思ってやってます。まあ、どれぐらいでいけるだろうね。行きましょう。ミストシャドウが、結構遅めだったから、こっちはそんなことないと思うよ。こっちはまあちょっとは早い気がするけども、どうだろう、わかんない。やってみないとわかんない。よし、あ、もう溜まってるからどんどん打っていくか。うん、もう打っていこう。あ、でも悪くないダメージではあるよ。悪くないダメージではあるけども、やっぱ悪くないぐらいの感じだ。そうね、水星ランスが3万ぐらいで、オーロラスマッシャーが4万ちょいぐらいか、ダメージ。そのぐらいか。そうね、水星ランスもそこまでリキャスト早くはないな。結構早いかなと思ったら、そうでもない。OK。あー、でもやっぱオーロラスマッシャーが断然ダメージ取れる。お、わあ、いいよいいよいいよ、いい感じいい感じ。やっぱこれ絶対食らっちゃダメ。あー、やっぱこのリキャスト問題って結構どのキャラでもあるな。あー、リキャスト問題がないの陣平ぐらいか。ほんと、あー、ノズチカも大丈夫だったな。ノズチカも大丈夫だけどもね。あ、やっぱ、うん。水星ランスは若干早い。でも若干程度。あと一発か。いけるか。たまるか。よっしゃ、オッケー。まあ、そこそこ。そこそこだ。で、話の途中で、バフは切れるね。強化は切れる。まあ一発目でガッと貯めようか。貯めれるかな。レーザー打ってくればまあ確実なんだけども、通常攻撃でしょ最初は。おい、じゃあコズミックダッシュか。ああ、まあまあ一回した。あ、でも元に戻ってるなこれ。よし、はい、4、5、あと2回。あ、 OK、 これで火力アップ最大だね。オッケーで攻撃力も上げて、いけ、いいよ、お、いいよ。あ、これチャンス取れるかもしんない。それぐらい火力あんね。さすがさすが大人気キャララント君。これ新しい新キャラのゾディアックは相当火力出そうな感じだね。ミストシャドウがいまいちで、これで火力が結構上がって、だから多分あれも相当上がるんじゃない。やーっべ、それは絶対食らいたくない。ちょい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 、これをやられるとさ、バフが切れちゃうのよ。早く早く。あー、まあ1回か。1回ね、今1回。まさつ5000、 OK、 2、3、4、5、オッケー、完全復活。うーん、溜まって、オールラスマッシャー、オッケー、いけるか、いけ、おっしゃ、チャンス取れたけども、でもその後の必殺技がダメなんだ。通常攻撃じゃね、やっぱ知れたがもんなんだよね、攻撃が。早く早く攻撃して、オッケーオッケー。水星ランス
これドゥーンだ。あー、まあ待っとこうか。 OK、 いいねいいねいいね。 OKOKOK、 これでもう本気になるじゃない。そこそこ早いよ、そこそこ早い。いや、さすがさすがランド君、意外といい。リキャストが短ければね、もうちょっと良かったんだけど。いやーいやいや、両方避けるのこれは難しいって。よし、ちょっとこれで OK。 おい、いける。 OK、 おっしゃー、いけたけども、いけたけどもダメージがこの後は続かないんだ。嘘、これ強化切れるわ。切れた、最悪だ。まあいいや、これこれこれ、ちょい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 、えらい打ってくるな。もうそれの、まあいいか。あ、ウェーブでこれでいけた。オッケー、これもうフィニッシュいけるんじゃない。狙える、次狙っていきます。オッケー、いけ、いけんか、足りない、足りなかった。あ、早く打って早く打って、あ、ウェーブでいい、ウェーブでいい。よし、オッケー、ほい。あー、嘘、食らってる食らってる食らってる。おっしゃい、早く溜まれ必殺技溜まってくれ。あ、これで終わりだね。おっしゃー、まあそれなりっていう感じかな。うん、まあよくやった方だと思うよ。まあとりあえずラント君がこれ、うん、みんなだったらどれぐらいのタイムが出せるかな。はい、まあ他にもね、別キャラでタイムアタックやってます。まあ一番早いのは間違いなくブルームーンだったんだけども、まあ他のキャラでも意外な感じも出てるんで、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやっ。